はお知らせが2つあって、ミアの LINE アカウントを新しく作ったので、そちらをお友達登録していただけたら嬉しいです。 ID は概要欄に書いてあるので、そちらチェックしてみてください。あと2つ目が、2月のニコニコチャンネルプラスのミアの生チョパルームの配信は、2月のね、17日土曜日を予定しています。そちらも無料会員登録して待ってていただけるとすごく嬉しいです。それでは今日はこのお洋服にお着替えしてみます。こちらの水玉のカーディガンです。それでは早速お着替えしてみます。水玉のカーディガンなんだけど、このね、ポケットのとこだけ水玉の大きさが違くて、ちょっと可愛い感じになってます。はい、それでは今日のニアのブラジャーとパンティをご紹介します。デザインです。ベースが白なので、このお花の柄がすごく映えて可愛いです。はい、それではパンティもご紹介します。はい、脱ぎました。はこんな感じのデザインです。最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録と高評価ポチッと押していただけたら嬉しいです。またニアのファンクラブでは YouTube に投稿できないような楽しい動画を楽しい動画をたくさん投稿しておりますので、ニアの X もチェックしてみてください。それではニアでした。